こんにちは、ゆりです。やっほー、うさたにパイセンです。イエーイ、お願いします。お願いします。なんかさ、あれ、うん、なんか前喋った時よりちょっと緊張してる。緊張するわ、普通になんかそんな感じがしてるんですけど。そう、本当に、ね、初めてのコラボですね。ねえ、もうずっとコラボしたくて。そう、私もまさか DM 送っちゃったもん。うさちゃんと同い年なんで、私たちねえ。で、流行ってたものとか、うんうん、その当時のメイク道具とか、うんうん、もう全部やばいよね、まんまだよね。一緒、全く同じなんでやっぱちょっとそれを思った時に、あの中学の時のメイクを振り返ってやってみようかなと思います。やばいよね、だいぶやばい。だいぶやばい、私もえげつない。タコミメイク信じらんないけど。まあ、とりあえずやっていきましょうか。いきます。いろいろ買ってきたんでね。マジでもう本当になんか懐かしいものが、懐かしすぎてやばいのってマジやばいよ、ね、まだ売ってたんやって思うぐらい。ちょっと見えにくいけど超難しいよね、これ塗るの。なんか木みたいな感じな。そうそうそう、つまようじみたいなさ。つけまつげ、これやばい。これはほんまに懐かしい。マジでこれ買ってくるとはぶっちゃけ思わなかった。でも頭の中でよぎった、これもうこの固まってるつけまが私らの時代流行ってて、ギャルの時代やんな、うんうんうん、そう、これが流行ってたから、これをちょっとやっていきたいと思うんで、早速メイクしていきましょう。そうね、私のつけまもなかなかやばいのがあって、うちお姉ちゃんがいるから、お姉ちゃん買ってたつけまとかもあって、うんうんうん、はい、こちらもう絶対みんな分かる、はい、これ分かる、ね、目つけま、下つけまどこにつけんのみたいな感じだけど、そうこれやばいよね。これみんなやってた、信じられない。てか上もだいぶ濃いシリーズ、分かるわ。いや、もう2枚か3枚かみたいな感じでやってたんで、もうね、カスタムが主流だったからね。そう、これぐらいのやつ。あと、うん、ほんで、うん、この当時はやっぱこれがやっぱ一番流行ったから高かったし、これやばかった。そう、これ高かった、ね、高かった。芯弱いからいつもこれ買いたくて買うねんけど、芯、うんうん、弱くて二重にならへんから断念しててよもう誰かにあげたりとかばっかりやった。なぜか、ちょ、これさ、すごい長いじゃん、割と。そうで、この目の幅とかね、そうそうそう、長いんだけど、プラスこれちょっとずらしてカスタムするから。あ、わかる。鬼長いの。そうで、無駄にロングみたいな。いや、懐かしいな。懐かしいね。だいぶ楽しいわ。アイテープとかね、使ってたね、これ。めっちゃ使ってた。そう、アイテープはだいぶ広げてたな。はい、じゃあやっていきましょう。イエーイ。おばさんみたいな。これスクバに忍ばせて。で、私もそう。で、裏にプリクラ入ってた。そう、くそ貼ってたわ。ここぞとばかりになんか持ったやつとかさ。わかるな。ミロみたいな感じだ。なんか化粧の意味を分かってなかったから、うん、そうだよね。なんかファンデーション、ね、ファンデ塗っとけばいいやみたいな感覚、うん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 、下地の大切さを知らんかった。 OK、 ファンデーション OK。 早っ。で、いや結構メイク多分早いと思う、うん、でもなんかこういう感じので、分かる、こういうの売ってた。こういう感じので、私は眉毛はなんかめっちゃ、とりあえずめっちゃ、私眉毛ね、やばいよ。コンシーラー消してたから眉毛嫌いで。え、マジでそれ消しちゃうやん。全剃りとか中学の時の眉毛。わかる。なんかペンシルでとりあえずなんかきつい眉毛描いとけばいいみたいな。安室ちゃんとかさ、うん、あそこら辺とかもなんか、あとエッグとかがさ、すっごい眉毛細眉で上みたいな感じで。そうそう、なんかこういうさ、そうそうそう、一応ね、本当にずっと戦争してたから、毎回学校 の、 あの美術の先生になんか B 何とかのフット鉛筆で眉毛隠されてて、すげえやばくない。もっとひどかったような気するけど、でもこんな感じやった、中学の時の眉毛。え、綺麗すぎ、それでも綺麗すぎたよ。てか、この100均のアイブロウめっちゃいいな。はぁ、結構描きやすい。なんか覚えてないねんな。うち多分黒めっちゃ塗ってたような気がするんだよね。アイトークは絶対必要やった。アイトーク、で、この匂い懐かしい。あ、やばい、めっちゃ使ってる。分かる。私今でも使ってるから、あのまぶた、あのまぶたがさ、荒れてて、うんうんうん、D アップのつけまの塗り合わへんくて、うん、あ、そうなんだ。最近これ、いやー、そうやって塗るんだ。そうほんならくっつくねん。なかなか塗るね。なかなか塗るよ。もう粘着重視やから半端ねえ。なんか二重が太いのに憧れてた。うんうんうん、結構いいやん。結構パッチリしたね。あ、すげえ、食い込み飛んでもねえ。ココルル流行ったよ。あった、大好き、めっちゃ並んだよ、うち。あの福袋とかもココルル買ってた。ケツルルでしょ。ケツルルがさっき腰パンでしたっけ。で、パンツのココルルみたいな。そうそう、だってラン好きで。そう、ラン好き見てた。パンツのさ、ココルルのパンツ、偽パンがね、付録についてて。流行った、流行った。あ、そこまでは覚えてないわ。そう、ついてて、やばかったよ。パンツくっついてくんだみたいな。衝撃が。雑誌に。そうだよ。こうカスタムしよう。なんかこういう感じ。
かる。マジ鬼囲み。マジこんな。わかる。マジか。だってその惨み方すげえわかる。ドンキホーテとかは、うん、あれやんな、なんかあのネイル、うん、チックネイル。めっちゃ買った。ドンキに売ってる。チップのちょっと長い、なんかそれ貼ってスカルプとかで言ったネイルできる年じゃないから。やばくね。待って、マジで買ってたからさ。買ってた。そんな金ないのに。そう。一番安いのはなんかただのワントーンのキラキラネイルで。そう。でグルー買ってみたいな。私グルーあれやからあの取れるからあれやで。うんうん、それ接着剤やばやばくね、爪終わるわ。もう終わってるわ。なんかちょっとあんまりあれやねんや、こうぼかしが効いてないからすげえぼかし暗めの、そうこ暗めのやつをぼかさなかったかんなうちちょっとこういう風にマジこの当時は濃い色、マジなんかおばさんみたいなイメージが、わかる、流行ってなかったしな。うん、そんな感じだった。やばー、だいぶだよ、だいぶやばいやつ。これやっぱこれやるからさ、ちょん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 、後でそれする。そう。ノーズシャドウめっちゃ濃かったやつ。超濃かった。絶対昔よりかやっぱなんか多少やっぱ上達してるからなんかちょっと違うね。なんか馴染んじゃうのかちょっと気がしいな。そう。こんな感じでーす。懐かしいよな、なんかそういう雑誌とかもさ。超買ってたもん。買ってた。YouTube っていうのがなかったからこういう。うん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 、だからやっぱ雑誌を見てメイクしてた。そうだね、雑誌。しかもうないもんな、本当に停止画やからさ、うん、マジ金かけてたからな。いや、わかるわ、うん、それかもうちょっと1号遅れたやつとかをうちは古本屋さんで買ってたもん。私はひたすら学校とか行く前に、うん、早くコンビニ寄って立ち読みしてたで、ファンデーションが今ちょっとこれマックのやけど、うん、その時はあのキャンメイクのめっちゃ黒いファンデーションあってん。私レブロンだった、ずっと。え、知らん？黒すぎて赤くなんだよ。え、わかんない。キャンメイクのやつ超いいの。マジ？めっちゃ黒い、ほんまにこんなこういうアイシャドウこれぐらいの色の。やばー。なんかパッケージがゴールド。わかんねえ。あってんあってん。マジか。マジマジ。で、うん、その当時マジ流行ったよな。流行ってた。なんか最近流行ってんねやと思って。だから巡るよね。なんで今最近の人このマンジ使ってんのとか思ってさ、思う、めっちゃ懐かしいねんけどって思ったら流行りだしてんの。あのさ、あれだよね、全略プロフィールとかみんなマンジだったよ。全略懐かしい。でもモバスペって流行らんかった？流行ったよ。マンジ流行ったし、で、あれ全略でなんかあの、何、フリーみたいな、男募集みたいな、そうそうそう、書いてた。わかるわかる、やっぱみんな一緒やねんや。カラムーチョとか書いてた。わかるわ、ニコイチとかI love youとか全部完全に I love you。 そうそう、なんかわからん、髪型こんなんじゃなかった、クリンクリンしてなかったけど、あのさ、トッポ服に見えるそれに見えるやってさ、もうやば、マジ、うわ、これやばいね。ほんとにマンジじゃん。マジマンジ。いやいや、それさ、ちょっと一昔前になるって、それ一昔前やってそれかかわいい、めっちゃこれやばいね。やばいやばい、ほんまに。それ多分前髪ふわふわさせなあかんやつ、こうやってうちのお母さんらの時代ちょっと時代変わってるってとりあえず懐かしい。うちもここら辺なんかこうやって、あ、そう、ウルフカットにしてM字バンク、M字バンク、こんな感じかなあ、ぽいぽいぽい、あ、なんかぽいわちょっとそういうの全然自分の髪の毛全然そんな感じじゃないな。いいか、髪の毛は。とりあえず化粧振り返ってみましたけどどうです？いや、マジでこれだ、こんな感じ。時代ってほんとすごいなって思う。なんか色味がないもん、マジで色味なくない？マジないないない、ね、やば。今の中学生とかどれだけメイク綺麗かって、うん、いや、マジか、それそれ、よくその年でそんな綺麗なメイクできるなみたいな、すごい色鮮やかなんだよね。そうそうそうこっちゲスみたいな感じだ。そう、もうなんかさ、なんかイカスミ乗ってんのかみたいなぐらい黒いから間違いない。ほんとゴキブリって言われても、今の子なんてさ、目ん玉なんてゴキブリとか言われる子いなくない？おらんと思う。ね、こっちゴキブリだよね、だいぶゴキブリなんか、ね、うん、やばい、なんかムカデついてるのちゃ楽しかった。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございます。概要欄にうさちゃんのチャンネルがあるので、ぜひ皆さん見てください。よしよしよし。
です。私たちの、私がうさちゃんにメイクを教えるんやつ。そう、うちは本当に憧れでもあるし、うますぎるからメイク、うちは学びたくて学びたくて、だからやってみようと思います。じゃあ頑張るので見てください。よかったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。マジマンジマジマンジチャリできた